はい、こんばんは。いらっしゃいませ。ちょっとね、早いですけどね、ちょっとスタートしようかなと思います。待ってくださってる方がいらっしゃるんで、今日はね、30分ほどゆっくり聞いて楽しんでいってください。じゃあちょっとギタリストさんがね、今バタバタしてるんで、いろいろね、してるんで、昨日台風ね、すごかったですね、風が。その思ったほど激しくはなかったんですけどね、うん、さてでは行きますか。お父さん、ちょっと待ってもうちょっとだそうです。はい、今日は2階で素敵な出会いがあったそうでイエーイ、ね、ああ素敵じゃないですか、新のビルいろんな出会いがはい、じゃあ、一曲目はちょっと僕が歌ってメグがハモってもらうっていう風な、感じでやろうと思ってます。一曲目オーバーザレインボーという曲です。
ボーという曲でした。はい、かおりんもうちょっと待っといてね。いらっしゃいませ。そうですね、せっかくこう来ていただいたんでね、本当はオリジナルをやろうかと思ったんですけど、ちょっと皆さんによくご存知の曲をやろうかなと思いますね。ですね、まだちょっと先の話になるんですけど、11月に、チキンジョージで私十何年かぶりのメンバーと一夜限りの復活アカペラをやろうかと思いましてですね、ありがとうございます。できたらお電話します。その時にね、私、アカペラなんでね、もっと楽器を使わずに5人6人でやるグループなんですが、その時、当時14年、今日初めてミーティングしたんですけど、何年ぶりかなって話をしたら、多分13、4年ぶりになるんだなっていう話で、でその時私がリードボーカルを取ってた曲をちょっとお聴きいただきたいなと思います。スタンドバイミーです。ございます。ね、
はい、いきなり振られたからちょっとびっくりしたんじゃない、何が来るんやろってドキドキしたね。はい、では次は、2人のオリジナル曲のバラードをお届けしたいと思います。お誕生日の友達の大切な友達のお誕生日の時に作った曲です。 Dear My Friend。初めて会ってから長い時間は過ぎてないけど、あなたに初めて会ってからずっと大切な人を少し悲しみ出会って、少し強がり言い合って、溢れるほどの笑顔を分け合って、今まで生きてきた時間よりも「もっともっと長い時間を」「これからずっとみんなで歩いて行けたらいいね」初めて会った日は神様がくれたプレゼント、あなたと初めて会った日は一つの私の記念日、少し涙も見せ合って、少し愚痴をこぼし合って、溢れるほどの優しさ感じ合って、今まで生きてきた時間よもっともっと綺麗な思い出、これからずっとみんなで作ってゆけたらいいね。今日は大切なあなたの、あなただけのスペシャルデイ、今日は大切なあなた。
Dear my ありがとうございます。またね、いくつになってもね、仲間っていうか、はい、友達っていうかね、出会った人は大事にしていきたいなと。なんか年取った方が余計そう思うんかな。思うね、ね、うん、はい、ありがとうございます。お互い褒めてもよかったね、歌ってみるもんやね。今日はええ日やね。じゃあちょっとにぎやかな曲をね。かまわない、あ、それかな。どうにも止まらないよ。じゃあそれを。あれ行きます。じゃあ行きます。噂を信じちゃいけないよ。私の心は女のさ。いつでも楽しい夢を見て生きているのが好きなのさ。
あ、はいはい、ね、ありがとうございます。まあそんなこんなでオーバーサーティーね、やっていきましたが、次で最後の曲でございます。大丈夫？大丈夫です。なんかぜいぜい言ってるけど。ね、一生懸命。いつもよりこうかっこよくね。かっこよくいいとこ見せよう思って頑張ったね。いつもより多く弾いてます。お母さんちょっといつもより余裕な感じで。ありがとうございます。まあ、今日はこんなようやね。そうそう、こんな私はですね、金曜日、今度の明日、明後日ですね、チキンジョージで、タイムマシーンっていうバンドさんが、されるんですけれども、まあ、なんかな、そうですね、80年代の、洋楽をメインにしたイベントで、本当東京とかいろんなとこからいろんなバンドさん来はって、それこそキッス、チキンジョージで、はいはい、で私たち、私とあとそうですね、加藤めぐみっていう子と、島田家のキーコが3人で、コーラスと、まあ、ボーカルでやる曲もあって。何曲か、ちょっとこれ音切れる、うん、こっちよ。あ、僕は出ないです。はい、僕はお留守番。お父さんはお店番で、お母さんはよそ他の 男たちと歌を楽しく歌ってきます。そうそう、いろんな方、増田敏郎さんとかも多分お越しになるイベントだったような気がします。チケット何部だったかな、ちょっとチケットっていうのがうちらは預かってなくて2000円かなんかそれぐらいだったような気がします。はい。またもし来れるって確実に分かればまた連絡いただいたら、受付で予約しておきますので、ぜひぜひご一報を。はい、まあ、そんな感じですか、お知らせするところは。はい、お父さん7月いつやった、ここでやる7月覚えてないの？そうそうそう、その日はこの方が他の夫婦の旦那さんと旦那ユニットで、旦那同士でちょっとね旦那ユニットでギターのインストとかね、かっこいいことするねんね。まあまあかっこいいことすんねんね。うん、うん、またまたぜひお時間ございましたらお越しください。では最後に、オリジナル曲でワイリーバードを聴きください。高く高く飛べるように、まだまだ小さい羽だけど、高く高く飛んでみせるよ、いつかでっかい翼になるよ、キラキラしながら待っててね。苦しみに負けちゃって、ちょっとなんだか気持ち疲れちゃったとき、そっとドアを開けたら手を振って、そう待っててくれる、前に進めずずっと立ち止まっていたら、少し意地悪いでそっと背中押してくる「今夜君に会いに行きたいよ」「心の中ワクワクプロペラ回して、今夜君に会いに行きたいよ」「笑顔になれる強くなれるパワーをもらいに行きたいよ」
やってから今日までずっとずっと雪分けてくれてる。きっとみんな同じだよ、あの子だってほらあの人だって、たくさんの涙迷い染み込んだ止まり木をピカピカ磨いて、今日もみんな元気にするんだね。今夜君に会いに行くよ、心の中ワクワクプロペラ回して、今夜君に会いに行くよ、笑顔になれる強くなれるパワーをもらいに行くからね。高く高く飛べるように、まだまだ小さい羽だけど高く高く飛んでみせるよ、いつかでっかい翼になるよ、キラキラしながら待っててね。笑ってありがとうって言うから、キラキラしながら待っててね。ピカピカしながら待っててね。ありがとうございました。オーバーサーキーでした。では次はサタンさんで、ちょっと準備の間お待ちください。ありがとうございました。
too slick, are you? Oh yeah, break it down. Girl, I must warn you, I sense something strange in my mind. Yo, situation is serious. Let's cure it cause we're running out of time. わいや、はじめまして。サタンっていう名前で、ボイスさんで、ちょこちょこと出させていただいてます。今日、ご縁がありまして、聞いていただけるんで、自分の今できることを精一杯頑張ります。はい、じゃあ、オリジナル中心に、君の声が聞こえるようにっていう歌を聴いてください。いくつもの星たちが空に散りばめられた夜、夜風が君の髪をなぜながら通り過ぎる。君が僕の名前を呼ぶ。僕はちょっと照れくさくて、少し経ってから振り向けば君の笑顔に幸せ見つけた。偶然ね、あの2階のチョさんでしたっけ、縁ってそんなもんなんだ、ね、また来たみたいな、これが全て人生なの、2月越え多い、縁ってのは全部ね、いや偶然ね、カウンターでお二人に、まさかそんな、今日おばちゃんのパワー上げる、はいねえ、いやだっておばちゃんのパワー、いやいや、ね、もうびっくり今日は、でね、
走ってるって言ったら朝1時間歩いて、さらにえ、はい、さらにね、あ、僕余裕、1時間歩いてその後にプール、プール30分か1時間、すごいですね。もう今日絶対美味しいですよね、お酒、お酒が美味しいねえねえ、サプリ飲まないって言ってましたもんね、さっき。はい、え、いや僕聞いてるときは聞いてるんですよ。はい、聞いてないとき全然。何歳にしようかな。はい、もうちょっと上ぐらいです。はい、あたりです。まあそれぐらい。え、はい、それぐらいか。いや、今とって。マジですか。はい、そんなこと言われたらご機嫌に歌います。はい、干物になりわからん。じゃあデュランデュランって言ったら聞いてください。流れるままにデュランデュラン、甘いメロンと甘い毎日、君がいるからデュランデュラン、扉を開くのは君の右手さ。さあ今日もいいとこか、生きてくためのストックはいらないよ。人生満塁ホームラン来たぞ、ビッグチャンス。人生満塁ホームラン、さあか飛ばせ。かけ。悲しみデュランデュラン、ありがとうって素直に言えたら、どんな時でも笑っているさ。例えば君が僕のことを嫌いになっても、答えなんて見つかんなくても、人生満塁ホームラン、勇気を出して行こう。人生満塁ホームラン、そんな簡単にいかないけれど、人生満塁ホームラン、さあ僕を信じて、カキン。いやいや、そう、え、何歌いながら、あ、でもなんかそんな言ってもらえたら嬉しいかな。2階はよく行かれてるんですか。お魚美味しいですね。ね、日本酒もたくさんあって、なんかあ、大事ですよね。あ、いや、
やあのね、うん、いやあのね、本当なんでしょうかね、喋るっていうのはすごくね、みんなでパッと見なきゃいけない瞬間にレベルを、はい、お客さんのレベルそれから始まる、はい、レベルを考えてから何やってなるか、はい、うんうんってなるか、昔からの瞬間にレベルを見て、はい、どの会話いいかな、ピクピクっとこの辺のおばんでもないなとか、おばんでもモダンな会話いいかなとかさ、あは はい、そうですよね、少しでもちょっと会話しちゃうね、はい、あの本番は誰も知っている次それがだ、次が知ってるやろこんばんは誰も言えないそれからは誰だよね、そうですね、おじんかな、おばんかな、音楽主婦かな、いや、役者かな、いや、そんなことないと、あのあの徐々にあの頑張ります急にはできない僕ですけど、はい、そうですね、乗れなくても乗ることなんよね、はい、頑張ってあの、うん、あの何て言うんですかね、今日で縁があったよ、隣に座ったんだから、そうですよね、要するにカラオケ向きだったんだ、あら、いやー本当にこれはご縁です。人生はそれ縁なの。そうですよね。縁ってそんなの。カラオケ行ったら何年行っちゃう。あ、カラオケ行ったってんの。で、この子に答えに行って、ほんでもなんか、おもろいやんか、隣に来るの。いやーなんかね。それが人生の縁なの。そうですよね。糸なの、見えない糸なのね。じゃあ、あの僕の。見えない糸あったら、どんどん掴むとって。はい。あの、縁と思って次の歌もさ、聴いてください。じゃあ次の歌は幸せモーニングっていう歌をいきます。モーニング朝、はい、朝を英語でモーニングと、はい、いきます。遠い遠い水平線の向こうから聞こえてくるような気がするよ、君の優しい声が今日もあなたは笑ってるって、ピカピカ光ってるのは海なの、それともその先に僕がいて、その中に君がいる、忘れないで幸せモーニング、ちっちゃかった頃のこと、遠い水平線の向こうにも巡る思いを君に届けたいな、僕の言葉でいつかまた会おう、じゃあねって、ピカピカ光ってるのは海なの、それともその先に僕がいて、その中に君がいる、忘れないで幸せモーニング、ちっちゃかった頃のこと、その先に僕がいて、その中に
君がいる忘れないで幸せモーニング、ちっちゃかった頃のこと、ちっちゃかった頃のこと。ありがとうございます。はい。いや、そんな、あの、衣装、なんか、すごく真剣。あのね、もうちょっとだけ歌うから、あの、あんたの好きなやつはもう少し後に待っとってね。はい。じゃあ。なんか飲みながらいっぱい。いっぱい飲んで、いっぱい飲んで、いっぱい飲んであげるよ。はい。じゃあ。姉ちゃん、また、いっぱい、私からいっぱい。ありがとうございます。わーい。似合いもいらない、いっぱいです。いや、あの、レールちゃんをマスターに。じゃあ、いっぱいゴクッと飲んでから次の歌を。レールちゃん、飲みます。お父さんでしょ。はい。じゃあ、そちらの、もう、固まってください。そしたら。情報があるよ、情報が歌に。歌に情報がある。歌に情報なんかダメよ。ありがとうございます。お前下手は関係ない。情報がなんかダメ。ありがとうございます。マスターが倒れてきたんだよな、こと。味があるから。ありがとうございます。はい。じゃあ、いただきます。どうぞどうぞ。いやー、兄貴が見とったら怒られるんですけど、飲んでます。そうですよね。わ、はい、ありがとうございます。さあ、はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとじゃあみんなで乾杯。なんか今日すごく楽しい、なんかリラックス。今日楽しい。じゃあ楽しいとこで月が見てるっていう歌聞いてください。分かり合える言葉なんてどれだけ綺麗に並べても届かない。僕は心を捨てないで、君は笑顔をなくさないで、届かない。僕のカバンの中にはたくさんの荷物は入らないけど、少しの幸せぐらいなら入れるんだよ。今日も綺麗な月だけがきっと僕を見ている。ああ届かない。うわ聞こえない。聞こえないんじゃない、聞こえないんじゃない。そう、僕は君を好きになる。今も君のことを思い出して、僕は初めて心が痛い、会いたい。そこんな僕の思いを笑わないで、全てを伝えたい、届けたい。僕の生きてきた道のりは
ない破り捨てたいけれど君のことなら何でも聞いてみたいんだよ今日もありがとう月だけがきっと僕を見ていたああ月が見てるうん優しく見てる月が笑ってる本当の僕はそう僕は君を好きになるああ月が見てるうん優しく見てる月が笑ってる本当の僕はそう君は僕を好きになるありがとうございますじゃあラスト2曲いきます今日は本当になんか嬉しいはい、もはいなんかすごくいい言葉を言っていただけてるはいはい、いや燃えてまあそうですよねやっとあと寝たらいいと明日は仕事で出張で、奈良の方に行きますほんますかじゃあ天然パーコは晴れの日が好きって歌を行きます玉の雨降り天然パーマが爆発してもまた晴れの日がやってくる この街が好きですこの海が好きですお日様が好きです素敵な仲間が好きですそしてそしてあなたと出会えたことがこのひとときが好きです天然パーコの思いは私の心あなたへと歌いたいランダランダ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 ララランランダランダ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 ララランそして今日も笑顔が好きです。あなたの仕草が好きです。だから寂しくなったらメールします。いつでもいいから返信ください。いつもいつも酸っぱくなるほどあなたを見つめていたいのです天然パーコの思いが届くように心の中で温めていますランダランダ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 ララララランダランダ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 ララララ
ララランランランダララララ、そして今日も元気に生きてゆくよ。パワーで毎日ではないです。毎日この時だと聞きたいな。マジでそんなそんな嬉しすぎて困ります。あのすごいよ、一生懸命生きてるね。はい、一生懸命生きております。はい、まだ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 いきます。じゃあ、あの最後の歌いきます。いつも最後に歌う歌で、猫がニャン、犬がウォーンっていう歌です。いきます。猫がニャンとか犬がウォーンとか歌歌っているのか、ボロロンと今日も歌うんだ。今がワクワクするんだよ。今日もおしゃれに行こうよ。タンタタタン、僕サタン、ちょっとずらしながら上がって僕なのさ。猫がニャンとか犬がウォーンとか歌歌っているのかな。僕はギターを持ってボロロンと今日も歌うんだ。明日ってすごいんだよ、わかんないけど多分ええやろな。今日が一番目の僕、明日が二番目の僕、朝が来たらいつも一番目の僕。今がワクワクするんだよ。今日もおしゃれに僕サタン、ちょっとずらしながらが僕なのさ。明日ってすごいんだよ、わかんないけど多分ええやろな。今日が一番目の僕、明日が二番目の僕、朝が来たらいつも一番目の僕。猫がニャンとか犬がウォーンとか歌歌っているのかな。僕はギター持ってボロロンと今日も歌う。歌も歌うんだ。どうも、聴いていただいてありがとうございました。